くらの盾とはな。俺が遊んでた頃よりはグレードアップ。小娘を逃がすだけで手一杯だったか。僕がある以上もうそいつはダメだぜ。超能力重視の形状にしてな。己の体のからくりか。どういうことじゃ。昔のまま年を取っておる。入り込んだらもう終わりだ。九月も尽きた。千代婆様、帰りにお菓子。術じゃ、覚えてみようとは思わんかね。ここに並ぶのは砂隠れの里で作られた九月。いいよ。え、自分の九月。天下の九月使いも九月がなけりゃただの人か。そして早くしろ。言ったであろう。あれはお前では無理じゃ。逃げる。千代婆様を置いて私一人で。今の私にできること、それは私を使ってください。今の私に動きを封じることはできません。九月みたいに立派な武器は仕込んでありませんが。上等。素手で戦うのも師匠譲りです。くっ。
加賀先生、教えぞ。のんびりしてたら奴を見失っちまう。だったら早いとこ奴を止める方法考えてってばよ。俺はとっととガーラを助けてんだ。ふん、オイラのスピードについてこられるかな。うん、やはり今のナルトには届かないか。戦いながらだからな。崩壊ですって。いやこれはどちらとも言えない。娘のくせに大した怪力だ。短時間にサソリの攻撃パターンを見切り始めている。大した娘だ。わしの補助なしでも十分やれ。さくら、医療に攻撃よりも仲間の戦闘支援、医療活動の能力を第一と考えます。絶対に敵の攻撃を食らってはならない。それはどうして。なら誰が隊員を治療する。これからお前を本気で攻撃する。私の攻撃をすべてかわす修行だ。手は抜かぬ。準備。敵を前に目をつむるとは何事だ。相手の動きをよく見ろ。攻撃前、人にはそれぞれ利き手、利き足、癖、さまざまな理由によっての癖を減らしていくのだが、完全に消し去れるものでもない。それがお前の回避能力を高めるはずだ。指につけたチャクライトによって区別を操ってるんだから当然なんだけど、指や腕の動きのパターンでサソリの攻撃方向も読め始めてきた。まず奴に近づき、区別を。仕込みからくりの攻撃は全てかわさなくてはならん。ことすら許されぬ。毒ですね。そうじゃ。